はい、こんちは。今回は無課金でもできる高速周回法を紹介したいと思います。この方法だと1時間約9000ポイント稼ぐことができます。業務や余裕を持ってない人はこの方法がかなりおすすめです。編成はこのような感じになっています。装備等の説明は最後にします。必須なのはマリサがラスワを解放していること前提です。それでは行くぞー。開幕やることは昨夜のスキル1とメディスンのスキル1に置き換えます。昨夜のスキル1はレベル5まで上げる必要があります。メディのスキルレベルは上げなくて平気です。スキルを使ったらチェンジします。そうすると先ほど使ったインコーアップと昨夜が連携で発動する命中アップを引き継ぎこのような感じになります。マリサのラスワはインコー寄りですが自分でインコーを上げられないのでこういう回りくどいことをする必要があります。そして仕上げにラスワを打ちます。マリサのレベルが低い人はマリサのスキル2の陽光アップを使うと倒せます。毒状態だと陽光が下がるので、メディはそのためにいます。デイは回避アップを使いますが連携のおかげで命中アップされているので外れることはありません。とまあこんな感じです。1周20秒ちょいなので1分間で150ポイント、1時間で9000ポイントとなります。1回投資でお見せします。慣れるとこういう動きになります。次は装備の詳しい説明です。装備はこちら。絵札は攻撃力が上がるものなら何でもいいです。ラスワの装備は命中率がアップする絵札だと、昨夜と連携する必要がないのでそういう系統がおすすめです。マリサ以外のレベルは上げなくても大丈夫です。主にスキル使うようなので、マリサのレベルは100まで上がっていますが90くらいまで上がってれば十分だと思います。需要があるなら9割くらいしか安定しませんが霊夢と河川の周回法も紹介します。ご視聴ありがとうございました。良き周回ライフをお送りください。